メインステークスハンデチェックということでやっていきたいと思います。秘密結社ヒロムソース8でございます。こちらね、まあ、メインステークス、土曜日のハンデ戦でね、まあ、日曜日の方はちょっと登録頭数多かったんで、出走馬確定してから明日の動画公開という予定になりますが、こちらの方はね、頭数少なかったのと、まあ、土曜日のなんでね、明日まあ予想も上げるということもあり、まあ、その前日にまあハンデをチェックしていこうということにしております。まあ、今回なんだけれども、頭数もね、登録頭数も少ないし、まあ、オープン常連といった馬ばかりということは、登録馬ね、みんな、まあ、前回ハンデ戦出た時の金量みたいなので固まってしまって、今回そういった意味では想定して金量を出さなきゃいけなかったのはこの3頭のみとなっています。まあ、簡単に話をしてしまいましょう。まずエイシンチラ、前々走8戦目でのオープン入りっていうね、キャリア少なめ、一気に出世してきたっていう間から、まあ、なんで1キロ増の53キロ、牝馬なんでね、53キロ、まあ、牡馬で言えば55キロっていうハンデでも不思議はなかったんですけども、まあ、持ち時計の平凡さ、前走負けてるというあたりで52キロで落ち着いてくれたと、まあ、ある意味ハンデに恵まれたというかね、最近まあ、止まった時計面での評価の方でハンデが切られる傾向が出てきたんでね、まあ、前々走8戦目というあたりが、まあ、重視されていた期間が2年弱続いてたんですけどね、また担当変わったのかなっていう気がしますね。まあ、そしてキングストンボーイ、まあ、世代重賞青葉賞2着ということで、まあ、大体重賞2着での評価が56キロぐらいになるのかな、が限定戦だと55キロ、まあ、もしくは重賞2着だけだと55キロってパターン最近あるのか、まあ、言うてダービートライアルの G2 だしねとね、まあ、そういったあたりで55キロは妥当だと思います。まあ、そしてヒュッゲ、まあ、世代限定のオープン勝ちなら55キロなんですが、その後ね、ちょっと長期休養を挟んで2年、まあ、2戦しか走ってないですが、馬券にも絡めてないということで、まあ、54キロへの減量っていうのも妥当っちゃ妥当なのかなという判断だと思います。まあ、一応ね、実績からは55キロっていう斤量というところではあるんで、まあ、55で想定してましたが、54にしてやって正解かなというふうにも思っております。まあ、そんなわけでね、今回のチェックあんまり面白い感じでもないんですが、またね、こういった形でやっていきます。まあ、明日ね、イダテンステークスのハンデも出走馬のみでチェックしていこうかなと思ってますんで、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。